今朝、宮城野区の住宅で火事があり高齢の女性2人が軽い火けをして病院に搬送されました消防によりますときょう午前9時過ぎ宮城野区敦賀谷北の2階建て住宅で2階から火が出ていると近所の人から119番通報がありました消防がポンプ車など13台で消火に当たり火はおよそ50分後に消し止められました このののののの火事で、住人人代代女女性性と家を訪れれてていいたた。親戚の70代の女性の合わせて2人が、軽しし病院に搬送さま警察と消防が出火原因などを調べています。